こんにちは皆さん新しいビデオを持って戻ってきました。このビデオはオンラインでお金を稼ぐウェブサイトに非常に興味があります。今、私はこのプラットフォームについて全てを話しました。それで、フルビデオを見て、ビデオの説明にあるウェブサイトのリンクを見てください。そこにアクセスして、 そこにあるウェブサイトのリンクをクリックしてください。モバイル画面にこれらのタイプのインターフェースが表示されます。このウェブサイトでアカウントを作成する方法は、先ほど説明したように、メール ID または携帯電話番号を入力してください。ログインパスワードを入力してください。確認用のパスワードを入力してください。 トランザクションパスワードを入力してください。招待コードを入力してください。このウェブサイトでアカウントの作成が成功したら、登録またはサインアップオプションをクリックします。プラットフォームに入ると、投資や招待率など、このウェブサイトに関するすべての情報を注意深く読んだ最新の発表が表示されます。次に、 これについて話しましょう。ウェブサイトでは、リチャージ、出勤、チーム、共有、会社概要、アプリのダウンロードなど、利用可能な多くのオプションが表示されます。リチャージまたはウェブサイトでの入勤方法については、今すぐリチャージオプションをクリックしてください。QR コードまたはウェブサイトのアドレスが表示されますので、 それをコピーして、プライベートウォレットに移動し、TRX またはアスドオプションを選択し、クリックしてください。その後、送信オプションを見つけて、もう一度選択し、ウェブサイトのアドレスを貼り付けて、それをクリックします。ウェブサイトで入金が成功したことをもう一度確認します。このウェブサイトでの作業方法は、 先ほど説明したように、タスクオプションを選択して、それをクリックします。ここですべてのタスクを見つけて、タスクを選択してサミットオプションをクリックすると、数秒以内にタスクが完了します。タスクを完了した後にウェブサイトですべてのタスクを完了するのと同じように、 プライベートウォレットで収入またはコミッションを引き出す方法が表示されます。出勤オプションを選択し、ウェブサイトでプライベートウォレットをバインドします。その後、金額を入力、ウォレットアドレスを入力、取引パスワードを入力などのすべての詳細を入力し、出勤確認をクリックすると、 出勤が正常に到着しましたプライベートウォレットで、チームまたは招待オプションについて話しましょう。チームオプションを選択すると、招待コードまたは招待リンクが表示されます。両方をコピーして、Facebook、Twitter、Instagram、Pinterest、電報、 YouTube などのソーシャルメディアプラットフォームで共有してください。ここではチームで作成し、ウェブサイトを投げてコミッションを獲得します。プラットフォームごとに第3レベルの収入を受け取ります。第1レベル、第2レベル、第3レベル、コミッションを招待します。ここでチーム全体のレポートを確認できます。 ウェブサイトの投げに参加している人数なども確認できます。招待リンク。ここで私たちのウェブサイトへの投資オプションまたは VIP レベルについて説明します。ここで投資したい場合は、すべての詳細を注意深く読むよりも、VIP レベルのオプションがたくさん表示されます。これはすべてのユーザーにとって重要なセクションなので、 このウェブサイトへの投資についてよく読んでください。オプションはすべてのユーザーにとって非常に重要です。それでは、私に行きましょうオプションをもう一度選択してアカウントの詳細を確認すると、投資記録、リチャージ、出勤記録、収入記録、すべての詳細がそこに表示され、 ここであなたの設定が表示されますプライベートアカウント、変更されたパスワード、アカウント、その他のものがあるので、ホームページに戻ります。そこで会社の詳細などのプロフィールを完全に確認でき、アプリのダウンロード方法、24時間365日利用できるカスタマーサービスが見つかります。 カスタマーサービスに連絡するよりも質問や問題があれば、テレグラムやワッツアップで利用できるカスタマーサービス、国の言語を選択したい場合は、VIP イベントや手数料、メンバーのリスト、ウェブサイトチャンネルなど、このプラットフォームについて確認できるすべての詳細では、皆さんありがとうございます。 次のビデオでお会いしましょうチャンネル登録してビデオにいいね